こんばんは。ニュースをお伝えします。昨夜、彦根市内の交差点で横断歩道を渡っていた高齢の女性が車にはねられ死亡しました。昨日午後7時半ごろ、彦根市川瀬馬場町の交差点で横断歩道を渡っていた女性が右折してきたワゴン車にはねられました。はねられたのは近くに住む無職田中よし子さん86歳で、田中さんは頭を強く打ち病院に運ばれましたが、およそ8時間後の今日未明、死亡が確認されました。現場は信号のある交差点で、ワゴン車を運転していた30歳の男性は警察の調べに対し、遠くに気を取られていて気がつかなかったと話しているということです。警察で事故の原因について詳しく調べています。終戦から間もなく78年、かつては戦争がごく身近にあったことを感じてもらおうと、安市の図書館では2年前に小学校から見つかった戦時中のあるものが展示されています。安図書館に今展示されているのが模擬手榴弾です。これは2年前に安市の中津小学校の改修工事を行った際、校庭の地下およそ50センチのところで見つかったもので、見つかった83個のうち36個が展示されています。模擬手榴弾は信楽焼で作られていて、縦およそ8センチ、直径およそ5センチで、重さはおよそ500グラムです。中には墨で中里と書かれているものもあり、中津小学校が中里国民学校であったときに、子どもたちが手榴弾を投げる訓練を行うために使用していたものと考えられます。本当に身近なところに危険なことがあったということで、また戦争が起こったらこういうことがあるっていうことを感じてほしいと思います。遠くにあるものではなくて、昔起こったこと、今も起こっていることを考えるきっかけとしていただけたらと思います。一般市民や子どもたちの日常の中に戦争が深く浸透していたことを示す貴重な資料、安図書館では他にも手榴弾の投げ方が書かれている当時の教科書や鉄製の模擬手榴弾も展示しています。この企画展示、身近にあった戦争、中津小学校から手榴弾が見つかったは、安図書館で今月31日まで行われています。